怖えよ。ほら何キロ出してんだよ。余裕でしょ。すげえ。スイーパーが切断言葉出せない。はい、じゃあ山中さん行きますよ。行きましょう。はい、グッサイ本コース。怖えー。まあね、雪が多すぎるんでちょっと低コースというね、半分だけなんですけど。はい。いやでもほら、これ見てこの加速やばくない？加速もそうだし、その蹴り出しのトラクションがやばいですよね。やばいよね。余裕でしょ。すげえ。スイーパーが切断する。うわうわうわ。これだと全く雪にスタックする気がしない。すごいな、これ。うん。すげえな。怖えでも。怖えよ。どうですかこれ。怖えよ。ほら。怖えよ。ほら。何キロ出してんだよ。いや、そんな出てないよ。出てる出てる。出てる100キロ出てるって今。ねえ、100キロ出てるからもう。そっか、時代なんか。車体がすごいなんかしっかりしてるせい。あ、そういやなんかね、それはね、あの横乗ってて分かります。実際その怖い感じしてないですよね。2トンぐらいあるのに流れても止まるじゃないですか。そうね、そうなの。うわ、全然ブレーキもさ2トンあるのに全然効くし。今のひろきさんのあれを見ても赤打角を当てたらすぐに車が反応して曲がってますね。これ無理無理に決まってるでしょ。早いよ。今日乗った四輪駆動のが一番早いんだ。すごい。本当に見事してる人がおかしいですよ。皆さん、いやいや、これはいい車ですよ。これはいい車だからこその運転。ずいぶんテンション高かったですね。いやいやいや、至って冷静ですよ。いつも通りの運転で、いつも通りに運転してるんだけど、うん、車が良すぎて、うん、なんか全然スピード感なかったっすよね。あのね、スピード感はねありますよ。だって皆さん100キロオーバーで走ってるんですよ、この人。この雪の軍災をスピード感ないわけがないんですけど、確かに、うん、そのなんだろうな、怖さみたいなのがあんまりないんですよね。横の手でも分かりました。怖くないし、はい、すごいなんか車体も安定してるから、もう乗ってて乗りやすいし、ハンドル切ってスッと頭が入るんですよ。だから全然怖くない、はい、しアクセル踏んでも電子制御がその変に介入しないから、コントロールもすごいしやすくて、軍曹乗ってても全く怖さを感じずに、うん、走ることが。いや2トンある車と思えないですよね。そう思えない。だってしっかり止まるんだもん、ブレーキングでギュッ、はい、なんか全然なんかね、もっとなんかインプレッサぐらいの感覚でね、乗ってる感じはそんな感じだし、でパワーの感じは
2リッターだけど超トルクフルで、うん、なんか全然使いやすかったですね、はいはい、でね、そんなねラングラーを試乗させていただいたわけなんですけども、はいはいはい、ひろきさん、本庄サーキットで MF ゴースト企画やったの覚えてますか？あ、やりましたね、はいはい、なんで今回軍祭でやっちゃおうと、はい、ついてこれんの？あのね、僕はついてこれないんですけどあ、はい、あのドローンのね、あ、あの関さんにお願いしてですね、そのラングラーの融資を、はいはいはい、僕が可能な限り頑張ってついていこうと思っております。じゃあ面白そうなところだけちょっと踏むから、はい、まあ、そこ離れても電波が届くぐらいの範囲でやりますんで、はいはいはい、お願いします。よろしくお願いします、はい、それでは行っていきたいと思います。はい、行ってきます。OK です。よし、 OK です。いきます。はい、お願いします。超しびれるような絵が撮れたんじゃねえかなって、はいはい、勝手に思ってます。もうめちゃくちゃもう本番の映像が楽しみです。いや、もうなんかジープさんにもう宣伝で使っていいよと、はい、いや、そうですね、うん、ちょっと僕にラーメンとか怒ってくれたら全然使っていい。ラーメンでいいんだ。ラーメンとかでいいですね、はい、そしてカメラマンの伊勢さんにも来ていただきました、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。ありがとうございました、はい、いや結構ね追いかけられますね。意外と電波とかも俺ちょっと気になってたんで、はいはいはい、感覚調整しながらだったんですけど、なんかピタッているんで後ろに。いや、そうですね、意外と届きます。届きます。ああ、本当ですか。なんで多分スピード結構いっちゃってもいけるんじゃないかなっていう、はいはい、どこまでが限界値なのかちょっと分からなくて電波的に、はい、でさっきの感じだと、はい、まあ、ずっと電波はその常に強い状態で出てるみたいな感じです。ああ、本当ですか、まあ、多分いけそうって感じ。ああ、本当ですか、うん、というわけで楽しみですね、はい、映像は皆さん、はい、今日はね僕たち今まだ見れないんで、はい、編集版でお見せしたいと思います、はいはい、
お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、ああ、ブレスさんですね、はい、ね、はいはい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。